はい、どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ね、ナミさんから送っていただいた動画なんですけども、目標金額を達成する技というふうにタイトルが付けられておりました。これね、動画を拝見したんですけども、まあ自分でビジネスをするフリーランスになる何かのね、事業をする上で、まあ売上ってのは絶対に考えないといけないことだと思うんですよ。 でその売り上げをね例えば年間で100万とか月収10万とか5万とかになってくるとこれ生活が立ち行かないじゃないですかやっぱり平均年収中央値が360万とか言われてる時代にね、うん、起業してリスクを負ったのに自分の所得がねなんかその200万とか300万だと、まあ、いまいちだと思うんですよですんで400万とか500万っていう所得が得れるような 目標金額の設定を、ね、年間通じてやっていってそれを築地に直していって毎月の月間計画にしていくさらにそれを日ごとに落とし込んでいくみたいなことをすると思うんですけども、まあ、そもそもですね自分の販売する商品やサービスの価格ってのはいくらなんですかっていうところがねポンポンポンと決められないとまあ年収なんてね話にならないわけですよねさあそこでですね。 いくらの商品を自分が作れるだろうかもしくはいくらの商品だったら自分は作れるスキルがあるだろうか学んできただろうかってことを見なくてはいけないですよね、えー、私の場合、まあ、一番高い商品で120万っていうものがあります今でもありますで過去に売った最大の商品で3000万とか4000万ってものもありました、ね、例えば家ですけども私家のねプロダクトロンチもしたことあるんですよ一戸建てです 1戸建てを販売して制約したら3%くださいって形でね売上単価としては3,000万とか4,000万っていうものを動画で販売するって形ですよね、うんまあ、そうすると、まあ、これは売れなかったんですけども私には3,000万のものを売る力量はなかったってことになります当然3,000万とか4,000万のものを売るようなね、えー、そんなねインターネットの情報発信のスキルっていうのを身につけるところもありませんでしたからね ただやっぱり一般的な工務店さんとか不動産屋さんっていうのは億っていう金額の商品を売ってるわけじゃないですか。チラシ広告を入れたりとか、内見会をしたりとかね。だから方法がないわけではありません。うん。それを私は、あのー、取れなかったということだけなんですよね。あと繰り返してもいないんですね。もう一時期のプロジェクトで終わっちゃいましたんでね。 じゃあ、最も得意な価格帯は何かっていうと、30万とか40万 ?50 万このぐらいの金額でしたら私は得意なんですよ。30万から50万の商品を作ることも得意だし、それを売ることももうこの10年間で慣れっこ慣れちゃうになってますからね。まあそうなってくると、例えばね、一つの商品が30万としたら、月に1本から2本売れば、もうやっていけるわけじゃないですか。ね、あらが高いわけですから。で、そういうふうに考えていくと、いくらの金額の商品だったら作れて、そして、 売れてさらにサポートできてっていう風な三拍子になってくるわけなんですよそう考えるとね低価格の商品数百円とか数千の商品ってそこまで細かいサポートが必要じゃないわけなんですよだから売り切りって言いますかね売ったら終わりはいありがとうございました終了なわけですよただやっぱり数十万という金額になってくると一定期間のサービスってものがあったりとかあのクイックレスポンスって言ってね お問い合わせがあったらすぐに返すという誠実さもすごく大事になってきますのでレベルが高くなってくるつまり高額な商品には高いサービスレベルが必要になってくるわけなんですよそういうことをいろいろ考えていくと自分の設定できる売価売り値ですよね値付けってものがどのぐらいになるのかなってことは自分のスキルとか信用によるのかなと思いますはいということでねここまでまとめるといくらの商品をあなたは作れるでしょうかということなんですよ ね、10万円の商品で作れますかと10万円の商品はどうやって作ればいいんですかどのぐらいの責任を負えばいいんですかということですよねだからこういうのを即化塾で教えてるわけですよだからビジネススクールってただ単に歌ってるわけじゃないんですよじゃあ5万円の商品や10万円の商品や100万円の商品はどのように作って誰に売ってどのぐらいのサポートをしてご満足いただくっていうところまでたどり着くのかってことをやってるわけなんですよ、ね、だから今こうやって私がね いろいろとおしゃべりしてますけども、確かにそのスキルを教わったことないなと思うでしょ。ね、どっかの会社に勤めて、よし、今月は100枚の商品作ろうぜって上司が言いますか。ね、先輩が言ってくれますか。多分言わないと思いますよ。どこからともなく商品が降ってきてこれを売ってこいっていう形じゃないですか。つまりそれは商品部が作るか、バイヤーが持ってきた他の会社の商品だってことなんですよ。 もしくはずっと歴史的に前々からあるような商品ですよね保険みたいな、まあ、そういうふうにマーケットが大体の金額を決めてるものっていうのがあるわけですよそれに合わせて、まあ、はっきり言って自分で作ったとも言えないような商品や価格設定を載してマーケットに載していくって形じゃないかなと思いますねあのやっぱコンテンツ販売をはじめとする私たちみたいなね情報販売っていうのは何も材料がないところから少しずつ まあお客様との信頼をこう確かめながら価格と商品というのを作っていくわけなんですよ。ですんで購入後の満足度が高いわけですよね例えばね私が提供する商品の中にはお金の問題解決というものがあります。FX でお金の問題解決をしましょうっていうと商品は FX になりますよね。でも転売でお金の問題解決をしましょうっていうと商品は転売するスキルになります。 どんなものを転売するかっていう情報でもあると思いますそういう風になってくると一人一人の力量とか空いた時間とか家族とか地域の関係によってお勧めするビジネスは変わってくるわけですよ。だから FX にしても転売にしてもアフィリエイトにしても100人中100人にどれを勧めてもいいってわけじゃありませんあなたはこれがいいんじゃないかなっていう風にアドバイスをしていくところからもうビジネスが始まってるわけなんですよ まあそういうふうに考えていくとすべからくビジネスっていうのは想定して計算してできるものばかりだということになります。まあ久保さんでもそうは言っても難しいよってどうやらいいのっていうふうに思った場合は速果塾に入ってビジネスを一から学べばいいんじゃないですか商品の作り方価格の設定サービスレベルどのぐらいの期間でそれを販売していけばいいのか誰に対して売っていけばいいのか顧客開拓ねマーケティングリサーチ聞いたことあるでしょ こういうのを少しずつ積み重ねていくからビジネスができるようになって自分の作った商品が人気で売れるようになると売れるからもっとバージョンアップしていいものをパート2パート3で打ち出していって価格もきちんとねマーケットに合わせて上げていくこともできるわけですよそうするとこういった自分の作った商品で生計を立てて10年間やっていくってことができるとで10年やってるとね さすがにこの次の10年もやっていけそうな気がしますよそしてこれまでの10年を振り返っても扱う商品は時代とともに変わってきました例えば今ねポケベルを売るなんて仕事はなかなかないですよポケベル売ってももうマーケット性が失われてるからなんですよ、まあ、今やっぱりね圧倒的にスマホの乗り換えとか Wi-Fi のプランを販売するってことになってますデバイス自体を売るってことはあんまり受けないようになってきたんじゃないかなと思います 話が長くなりますのでこの辺にしておきましょうか。ではお疲れ様です。